ヨハンヘイトビヒスピーシーズマスコラムフランド・オソラムの図版ヨハンヘイトビヒはドイツの植物学者である。コケ類の研究で知られる。因果植物の有性生殖の観察を行い、先代類学の父と呼ばれることもある。現在はルーマニアのブラショブで生まれ、ライプチヒ大学で医学を学んだ。その後20年間にわたって医師として働き、ヨカに植物学を研究した。 早朝、植物採集を行い、仕事の後の夜に研究を行った、観察用の顕微鏡と専門書を購入した。最初の著作で注目され、その結果、1786年にライプツヒ大学の医学の教授、1789年に植物学教授に任じられた、ライプツヒ植物園の園長も務めた、顕微鏡を使った、 観察技術と描写力に優れ性子能と増乱器を区別できた。胞師の発芽や糸状態の形成を観察した。船体類の生活史のすべてを解明することはできなかったが、車軸模族や青緑に関する有益な観察を行った。主張のスピーシーズマスコラムフランドー・オソラムは、没後の1801年に出版された。それまで知られていた。 コケ類のすべてを解説し、コケ類の命名法の出発点となった著作となった。1788年4月、イギリスの王立協会のフェローに選ばれ、1790年に、スウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。ヒジキゴケかヒジキゴケ族の学名はヘイトビヒに由来している。ヒーディは植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハンヘイトビヒを示すのに使われる。ありがとうございます。